はい、皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家で晩酌、早速始めていきたいと思いますけれども、今日はですねちょっとここがね黒くなってますけど、これは名人に殴られましたというのは嘘で、ちょっとねまた転んでぶつけましたよもうこの1ヶ月でこういうの2回目、その間にコロナも入ってるからね、この1ヶ月散々やねそんな感じやけど、まあそういうことは置いといて、もうパーッと飲んで忘れましょう。ということで今日も始めますよ。まずはいつものようにこれから、はい、今日の1本目はこれ、キリン一番搾りですね。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについでいきます。はい、ちょっと泡少なめかなまあいいでしょう。ではいきます。全国の皆さんご一緒に乾杯しましょう。いきます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うまい、やっぱり休館日焼けはうまいね。そんな感じです。はい、そして今日はまずミスジが出てきたっていうことは焼肉ですよ。これは味わい牛のミスジ、まあ割引になってたから結構安なってたよ。そして黒毛和牛のハツ心臓ですね。はい、そして味わい豚の肩ロース、そしてサンチュ、これに巻いて食べようかなと思ってますよ。そして焼いてくれるのはもちろんこいつ、屋台横丁さん、今日もよろしくお願いいたします。では早速焼いていきます。はい、では焼いていきますよ。まずはミスジから。でかいねミスジ。俺の分と嫁さんの分、2枚まず焼きますよ。少々お待ちください。はい、そして今日の焼肉のタレ紹介しときますよ。今日の焼肉のタレは焼肉チャンピオンのタレ、そしてあとねこのピンク岩塩も使っていきますよ。では少々お待ちください。はい、そろそろいい感じに焼けてきたんで早速いただきますよ。ミスジうまそうやね。まずはこの焼肉チャンピオンのタレにたっぷりつけていただこう。そして追加でねニンニクもね、すりおろしニンニクをつけてますよ。ニンニクたっぷりで食べるとうまいからね。ではいただきます。はい、ではいただきます。ビールに合う。はい、次のミスジ焼いてますよ。美味しそうやね。はい、ミスジ
ちょっと赤いぐらいで食べるのがちょうどいいからね。早速いただきましょう。これほんとうまいからね。今度はこれをね、お皿にとって、そしてこれをかけていくよ。はい、今回はピンクあん、ヒマラヤピンク岩塩でいただきますよ。はい、ピンク岩塩振らさせていただいたよ。湯気も見えるかな、美味しそうな湯気。いただきますよ。はい、ピンク岩塩絶対うまい。うん、塩で食べるミスジはビールが進むくん。はい、そして次はこの味わい豚、肩ロースですけど、これを焼いていきますよ。豚肉もうまいからね。この脂身がうまそうやね。では少々お待ちください。はい、そろそろいい感じやね。めっちゃ美味しそう。このタレにつけて、もちろんニンニクもつけて、そしてサンチュにね、のせよう。そして隣でね、すでにもうこのハツ焼いてましたよ。黒毛和牛のこれもタレにつけたろ。そしてサンチュに一緒にのしていただきますよ。はい、いただきます。うますぎて1本目終了。そんな感じです。はい、2本目はいつもの本麒麟いただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについでいきます。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をして俺と飲み仲間になりましょう。では2本目本麒麟で乾杯。やっぱりうまい。はい、そして次焼いてたミスジもいい感じになってるんで、早速いただくよ。これ薄切りやからあっという間に焼けるね。これ見えてるかな、この湯気。めっちゃ美味しそうな湯気。そしてたっぷり焼肉チャンピオンのタレにつけて、今度はこれサンチュにこのミスジをのしていただきますよ。はい、これ絶対うまいやつ。最高にうまいと思うよ。やっぱりね、牛肉とサンチュって合うからね。
これは間違い Nothing。 今日も美味しい焼肉で飲めることにもう幸せを感じてるよ。ところで猿吉くん、今日はどうしたの？それは何飲んでんの？誰にもらったの？はい、猿吉です。いやー、陳さん、これはですね、キリン一番搾りですよ。これどうしたかっていうと、もちろんそこのおばはん、そこのおばはんがね、猿ちゃんにくれました。なんでくれたかっていうとね、今日なんかあのおばはん仕事行ってたんやけど、3時過ぎにね電話かけてきたんよ。それでですね、なんか今日は早く仕事終わったの、サルちゃんって、サルちゃんに電話してきたんですよ、あのおばはん。なんでサルちゃんに電話してくるのかよう分からんけど、とにかく電話取ったサルちゃんは、はいはい、それはいいことですって言って、まあそれは気分いいでしょう。気分いい時はサルちゃんにももちろんお土産お願いしますよって言ったら、サルちゃん、そんなこと、私頭ゆるいけど分かってるよ、買って帰るね、サルちゃんの好きなビールって言ってくれたんですよ。それでね、帰ってきておばはんに聞いたんです。おばはん、おばはん、今日は早く帰れてよかったね。それでどんなビール買ってきてくれたのって言ったら、サルちゃん、サルちゃんキリン好きやから、キリンの一番搾り買ってきたよ、ショート缶って言うんですよ、あのおばはん。もうほんとあのおばはん学習能力ないのかってもう毎回思うけどね。おばはん、あのサルちゃんは体ちっちゃいけどビールはロング缶飲めるからね、それだけ言っとくわ。今度からこういうことがあった時はロング缶買ってくるようにねって毎回言うんやけど、もうあの人の頭にはサルちゃんちっちゃいからちっちゃいビールっていう頭があるんやね。何うなずいてんの、お前は。ほんと、次からロング缶買ってこいよ。そんな感じで、まあ、とりあえずいいビールもらえたんで、サルちゃんは今日もご機嫌ですよ。そんな感じで、ちょっと嬉しくなってるサルちゃんです。以上。そうやったよね、サルちゃん。サルちゃんに嫁さんが電話してきたのね。よう分からんけど、サルちゃんどこの電話で取ったの？携帯持ってないし、家の電話背届いたのかな。まあサルちゃんジャンプ力あるって言っても結構高い位置に普通の固定電話あるからね。まあ取ったんやろね。でもサルちゃんって電話出てくれるんやね。すっぱらしい猿やね、ぬいぐるみやけど。まあそれだけ言ってふと時計に目をやると、さすがに嫁さん仕事早く終わっただけあってめっちゃ早い時間、まだ外明るいと思うよ。よう分からんけど、だから夜なのか夕方なのか昼なのかようわからん時間ですと、それを言ったところで、今日もあります、野菜ジュース伊藤園のやつ、そして今日もあります、 R1 強さ引き出してくれるらしいです。それだけ言ったらもう今日終わろうかな。ということで、今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。
そこまで言ったら今日はここまで。残念無念。また次回も見てね。よろぴくー。